2021年2月22日、えー、それではですね本を読んでいきたいと思います漢女からいきますね漢女牧野56等中序伝第26こちら読んでいきますまず序、えー、伝第70下ここに、えー、まとめられているダイジェストを読んでいきたいと思います 欲々よくよくとして秀密な当中女は諸侯に再度将となったが身収まり国収まったため知死賢者しその後は帳を下ろして思いを不幸し道を論じてこれを書に付託しついて問われればこれに応えて前言し一世の純正な従者であったここに当中女伝第26を述べる。 このようになっていますね。賢者。というのが何かというと。えっ、ー、と。摂光徳が。列伝の第四十一まだ先ですが。漢王寺氏恩師の、えっ、ー、と、賜ったですね。恩師の車を強。き強化に。さ。 里の家とかく教科に家けするして子孫に伝えた古事による知史に同じとそれでは読んでいきます当中条伝まあこれは当中条の伝記のみですね当中条は高千権の人である若い頃から春秋の学を収め 後継帝の時白紙になった帳を下ろして講義し消毒していたため弟子たちは学業小3の弟子から次々に伝え習うようになり親しく師の顔を見たことのないものさえあった。 思うに中女が我が家の畑を三年も見なかったということからしても学に対するその精霊のほどがうかがわれる身体挙動は一切礼法に可能で行い学に志す死は皆死と仰いでこれを尊敬した。 武帝が即位すると権威文学の科の死を挙げることを前後数百人に及び中女は権威の科をもって天使の作文に答えた作文の文に言う「正に言う「正というのは直後勅命を伝える文書の初めに「正に曰くと書くのを常にする戻ります「正に言う。 陳は子孫の位と守備の徳を受け継ぐことを得たがこれを極まりなく伝え尽きることなく施そうとするにその任は大きくその責めは重くために明日夕べに安楽するいとまもない深く万世の好奇を思い見るにえ注釈、好奇 こうというのが大砂で、きというのが小砂。要するに大砲と最速。ここでは万字のとというふうになってますね。滑るという字になってます。深く万世の後期を思いみるに、やはりなお欠けているところがあるのを恐れる。それゆえ広く四方の豪傑春歳を招こうと。 春秋を招こうと軍国および諸侯に高潔な、えー、権領と博学の死を公正に選ばせ帯同の要体と子論の忠誠を聞こうとしたここ極みになってますね今死体夫たちは悠然と頭角を現し死体夫の死というのは男子の微笑「大夫は官位がある人」。 兼領文学の科目に推挙された詩を指して言っています「今死体夫たちは悠然と頭角を現し周囲に挙げられたものであり賃ははなはだこれを読みし褒めたい死体夫たちをそれ心をもっぱらにし思いを尽くして答えようは傾聴したくてこれを問うのである」「思うに御帝三能の道は制度を改め音楽を作って天下が共和し 百王もこれに同調したものであると聞いている愚子の音楽に可能のとして小より盛んなものがなく注釈小というのは旬、えー、つまり愚子というのが春ですが春の、えー、画楽ですね小より愚子、えー、の音楽に愚子つまり旬の音楽にかなうものとして小より盛んなものがなく旬では尺の学科より盛んなものはない尺というのも 同様にですね周公の始めた学科詩の中の周章の尺変というのがあるようでございます続き「聖王の没後聖古還元の音楽はまだ衰えなかったが帯同はかすかに欠け周の王道は次第に衰えて 世々の君主には血中に類する行いがあるに至りこうして王道は大いに壊れたこれそれ週の500年間先脳の報道を守る君主や養路にあたる為政者で先脳の方にのっとってその世を助けようとした者は甚だ多かったのにそれでもなお聖堂に返すことができないで日々倒れ滅び後世の王に至って の地んだえ注釈後世の王というのは誰のことかというと真の皇帝まあ始皇帝ですね。これはなんとその掃除するところがあるいは誤っていてその筋道唐というのが筋道を失うためでもあろうか。うんそうですね。もとより 元より一旦天命が下ってしまった以上それを元に返すことはできず必ずこれを大水防にまで押し進めて後やむからであろうかあなあすことすべてに少々と勤労し朝早く起き夜遅く寝て注釈 日夜政治に励むという意味朝早く起き夜遅く寝て上古に乗っ取ろうと努めた者でさえやはり保益することができないのであろうか三代の王朝はそれぞれ天命を受けたがその印は今どこにあるのだろうか歳位の返事は何によって起こるのであろうか仁君たちはそれぞれ持ち前の生命・正常において あるいは短命でありあるいは長寿でありまたあるいは心広くあるいは心狭くその名言は聞き慣れていてもその実践,してえ実践した道理はまだ明らかではないさて特風が流れて命令が行われ刑罰が軽くて肝脈が改まり人民が和楽し 政治が鮮明されることを望んで一体何を治め何を整えたならば官路が降り百国が実り人徳が視界を潤し御卓が草木に及び日月聖神の三項が欠けたり落ちたりせず官所が順調で天の祝福を受け鬼神の霊言を受け 特託が満ち溢れて邦外に行き渡り、引いては生きとし生けるものに及ぶのであろうか。死体夫たちは、先生の行に明るく風俗強化の変化と物事の収支の順序に通じ、立派な特効を講じたり聞いたりすることを多に及んでおる。それ明らかに答えて、賃に悟し教えよ。それをいちいち分別して、揺るがせに大まかに一括せず、 「その道理を芸術に求め取りその出典を慎重にせよ」「かくて後継の執務に成直でなく忠実忠誠でなくおもねに曲がったところがあればそれをすべて書くようにそれを書いてもほかに漏らすことはない何事も真の身から起こるのであるゆえ興難を恐れなくてよい」 父たちよそれ心を尽くし隠し立てしないように陳自らそれを見たいと思う中女がこの作文に答えたその文に言う「陛下はお言葉を発し特音」というのがまあ帝の言葉ということでしょうかね「え陛下はお言葉を発し名称つまり御事のりを下し天命と 情勢とについてお求めになりましたが。皆いずれも。愚心が答えようとして及ばないところであります。ごめんなさいね。心は謹んで。春秋の中に書いてあることについて考え。前代においてすでに行われた事柄を見。これによって。天人相関のほど天神相関のほどを見ますに。 ははなはだ恐るべきものがございます国家がまさに制度を失う大敗に陥ろうとする時天はまず災害をいだしてこれをとがめ告げそれでも自ら顧みることを知らなければさらにまた怪異を表してこれを戒め恐れさせそれでもなお異変を悟らなければ破滅をきたすのでございます。ここうしたことで 天の心は人君を仁愛し、その乱れを止めようとすることがわかるのでございます。大無道の世でない限り、天はことごとく人君を支持し保全しようとしますから、ことはもっぱら勉強するにあるのみです。勉強して学問すれば見聞が広くなり、地がますます明らかになり、勉強して道を行えば徳は日々に起こり、大いに興行が立つのでございます。 これらは皆速やかに効果を上げさすことのできるものでございます。死に。宿屋おこたらずとあり。注釈。大河。常民の死。宿屋は朝晩のことですね。つとうにとかね、よく。この字は読みますけど。宿屋おこたらずとあり。初に。 つとめんかな、つとめんかなとありますが、注釈、愚書、高用簿の引用、つとめんかな、つとめんかなとありますが、これはいずれも勉強すべきことを言ったものでございます。ごめんなさい、なんかこうライトの位置が、ストッパーが壊れてしまいました。 道というものはえっとごめんなさいえっと要するに「死」「に宿や怠らず」とあり書に勤めんかな勤めんかなとありますがこれはいずれも勉強すべきことを言うたものでございます道というものはえ注釈この「道」という字ですがこれねあのまあ 首とかかやる人は分かる人と思いますけれども首っていう字とこの「着」という、ね、字の回字でこの「着」という部分は「行く走る」首は一番上で行き着くところを示し一筋道の「い」引き伸ばして道徳などの道の「い」となるなかなかちょっと怖い文字ですね首がついてるのでねはい先に行きます。 道というものはより下御うて特地に至る通路であり仁義霊学は皆そのための道具でございます。従って西欧の没後その子孫が数百年にわたって長く安寧であるのも皆霊学教科の効果であります。 王者がまだ音楽を作るに至っていない時は洗脳の音楽で今の時世に適するものを用いそれをもって人民に教科を深めました教科の実績が上がらないと画商の音楽が作られず注釈、えー、画」というのが声楽、まあ、いわゆる画学ですねあの司教の中の画と章「画」と「章」「画」が声楽で「章」というのが「三歌。 の詩戻りますえ画商の音楽が作られずそれゆえ王者の興行が成功して音楽が作られその徳を楽しむのでございます音楽というものは民,民風を民風を返事民族を化するゆえんのものでありそれが民を変えるのはたやすくそれが人を化するのは明らかでございますそれゆえ学生は 輪に起こり情に基づき肌に交わり骨髄に隠れますあこの辺りいいですねしたがって王道が密かに欠けてもえ王道がかすかに欠けても還元の学生はまだ衰えませんそもそも愚子が政治をしなくなってから久しいがしかもその学生伊風がなお残存していたため孔子は聖の国で生を聞いたわけであります それで人君として安蔵を願い、危険滅亡を憎まない者がないのにしかも性、乱れ国危うい者が甚だ多いのは委任するところの者が適材ではなくより従うところが正道でなかったからでそのため政治は日に日に倒れ滅びたのでございます。 そもそも宗の王道は竜王霊王の時に衰えましたがそれは道が滅んだのではなく竜王霊王二王が正道によらなかったからでございます。先王に至って昔の先王の徳を思い今の廃れを起こし敗れをつくろい文武二王の興行を明らかにしたので宗の王道は三千然と復興し詩人はこれを賛美して褒め歌を作り天はこれを助けて そのために賢明な補佐役を追い出し、後世がこれを褒めたたえ、今に至るまで絶えないのです。これは祝や夜、まあ、朝夕ですね、朝晩、善行を怠らなかった賜物でございます。講師は、人よく道を広む、道人を広むるにあらず、と申しましたが、注釈、論語の英霊公編、 広むとは大いにすること講師は人よく道を広む道人を広むるにあらずと申しましたがもとより知ラン工房は自分自身にあるもので天が命を下した以上元に返する返すことができないからではなく人君の掃除するところが間違っておりその筋道を失うたからでございます神はこう聞いております 天が大いに報じてこれらを王をたらしめるのは必ずや人力では承知することのできないものおのずからにして至るものがあるからでありそれは寿命の印であります。天下の人が心を同じくして王に懐くこと「え帰る」というここをちょっと「懐く」と読ませてますが父母は「懐くようであってこそ天の随所はその誠意に応えて至るのでございます。書に 白魚王の船にいる火あり王の家を覆い流れてうとなる、えー、カラスとなるとありますが注釈金文証書大成この「覆う福」という字ですがこれはあの復讐の福王予習復讐の福ではなくて「覆うの福」かなと戻ります。 書に。白魚王の船にいる日あり、王の家を覆い、流れてウとなるとありますが。主にこれは。受命の府であります。周公がオーエルかな、オーエルかな。えっ、ー、と、こちらも同じく。金文証書の体制。原文のこの服。 やはり予習復習の服になってますけれどもおうの服ではないかと戻ります。O L えるかな O L えるかなと言い,い講師が説く「得こうならず必ず隣あり」と言ったのは注釈講師の文章はこれは論語「理人編」からの引用「有徳者は有徳者は孤立するものでなく必ずこれに共鳴するものがある」「人に必ず隣人があるようにと」と 徳ならず必ず隣ありと言ったのはいずれも善を積み徳を重ねた効果を言ったのでございます後世にいたり因逸にふけり推微するに及んで生きとし生ける者を通りできなくなり諸行に背かれ領民を損のうて土地を争い合い特許を打ち捨てて刑罰を用いました刑罰が公正でないと邪気を 生じ邪気が下に積もって円懇像が上に集まります上下が和合しなければ陰陽が調和せず災いが生じますこれが災烏のよって起こるところでございます神は、 名とは天の霊でありりははのの質であり情とは人の欲でああ人欲ると聞いておりますあるいは短命でありあるいは長寿でありあるいは心広くあるいは心狭く天はあたかも陶工が陶器を作り夜行が金属を射るように夜行というのは芋の子のことですね夜行が金属を射るように陶夜して人を生成するため あの人格をやとかねね言います、ね、人は純粋の美質のままでありえずまたそこに一蘭の生ずるゆえんがありそのため人は等しくないのです。講師の言葉に「君子の徳は風なり、えー、風なり」ってい,いですかね「君子の徳は風なり精進の徳は草なり草これに風を加うれば必ず伏す」とあるように注釈 こちらは論語の岩塩編からの引用「行春は徳を行うたからこそ民は人徳で長寿を得」「血中は棒を行うたからこそ民は心狭く短命でございました」そもそも上が下を寒化し下が上に服従するのはあたかもろくろの上の泥土のように。 えーと六郎と今言ったところはこの原文では金変のえーと金という字ですね大金とも当金ともいう戻ります六郎の上のデー度のようにただ陶工の手加減次第でありまた鋳型の中の金属のようにただ夜行の手さばき次第でございます。 これを休んずればここにいたり、これを励ます時は、ここにはす、とはこういうことを指して言うのであります。今のところは、論語の思長編、これというのは、民のことを指しております。先に行きます。心、慎んで春秋の文を考え、王道の短所を求めて、これを聖ということに得ました。 正月は王に次、ぎ、王は春に継ぎます。注釈春秋の記念に春王の正月とあるもの、えー、ここから始まるんですね。はい、えー、続きいきます。春は天の作ったもの、正月は王の作ったものでございます。その意味は、神は天の作ったものを受け、下は自ら作ったものを正し、王道の短所を正す。と、こういうのでございます。 してみれば王者が何かを作ろうと望むなら、よろしくその短所を天に求めなくてはなりません。天道の代は陰陽にあります。陽は徳であり、陰は刑であり、刑は殺すことを司り、徳は生かすことを司ります。それゆえ、陽は常に真夏にあって、代価ていうのが真夏ですね。養育成長をこととし、陰は常に、 真冬に大刀というのが大刀ですね大刀真冬にあって空虚無用のところに堆積しますこれによって天は徳を持ち刑を持ちいないことがわかります天は陽を出し情報にあまねく施して皆育を司らせ育てるってことですね陰をしま 印を入れて家宝に伏せ隠し時折、これを言い出して用を助けさせます。要は陰の助けを得ないと、やはり単独では年の順序を成すことができないのに。えーっとちょっとここはあの解釈の余地があるところでございますえ、注釈年の順序を成すここですね。年を痒くあるいは収穫するという風うに訳すこともできます。まあ、このまま行きます。 やはり単独では年の順序をなすことができないのにしかも要はついに年の順序をなす名称となりましたが、えー、と注釈つまり春という名称で年の初めとなった年始となったということですね。これは転移によることでございます。 刑がこれを用いるだけで要収められないものであることは、あたかも因がこれだけで年の順序をなすことができないのと同様でございます。政治に刑を用いることは天意に従うものではないため、洗脳は刑を用いることをがえじなかったのです。今、洗脳の特許の勘を這し、ただ法律を執行する役人のみを用いて民を治めることは、 むしろ、敬意を用いるという意味でありましょうか。講師は、教えずして忠する、これを逆という、と言っています。注釈、論語の行圧。逆性を人民に加えながら、特教が司会に行き渡ることを望んでも、 元より成就し難い無理なことでございます。「新・慎」で春秋に言う「一元」の意味を考えてみまするに注釈甲が位についた年を一年と言わないで元年」という今もねあの、まあ、日本人には結構なじみ深いですよね「令和元年」「一年」とはあまり言わないですね。 はいえー、一元の意味を考えてみまするに一は万物の始まるところであり元とはこれを解説すればいわゆる元でございます一を元というのは初めを題にして元を正そうとすることを示します春秋は深くその元を取り元に帰って尊いものから始めますゆえに仁君たるものは 心を正して、調整を、調停を正し。調停を正して、百官を正し。百官を正して、万民を正し。万民を正して、司法を正します。司法が正しければ、遠近を問わず、あえて、正に一致しようとしないものがなく。その間を犯す邪気などはなくなります。そこで陰陽が調和して、風雨も季節にかない、生きとし生けるものが和合して、万民が増え、五穀が実って、草木が茂り。 天地の館は潤いをこむって、大いに豊かで麗しく、司会のうちは正徳を伝え聞いて、みなきたり、真として使え、諸々の幸せのもの、来たすべき随所はことごとく来ないものがなく、かくて、王道は完成いたします。もしかして私、カテゴリー間違えていますね。<laughs> サムネイルも間違っていますね。すいません、ちょっと一回切らせていただきたいと思います。申し訳ない。